妙見石は、新潟県長岡市、一級河川、信濃川本流中流部に建設された席である。1990年に完成した稼働席である。灌外用水の供給を安定化させる不特定利水、及び長岡市への上水道供給、10日、調子から小千谷市にかけて所在する東日本旅客鉄道の、 信濃川発電所から放流された水を調整して、下流の流量を一定化させる逆調整など、地水に関する目的に加え、石下流側には、道路橋梁として、古紙の大橋を併設し、国道十七号、小千谷バイパスの区間としても機能している。このことから、妙見石は、国土交通省北陸地方整備局、信濃川河川事務所、古紙自主庁所妙見石管理支所と、 JR 東日本エネルギー管理センター、品野川発電所が共同で管理を行っている。また、道路橋梁である古市の大橋は、同整備局長岡国道事務所が管理している。このように施設全体の管理業務は三者間共同で行われており、国土交通省直轄ダムとしては異例のケースである。席の管理用通路を兼ねる越の大橋の自転車、歩行者道橋からは、 石本体を間近で見ることができる。また石の東詰め川に所在する管理施設には、妙見記念館が併設されており、信濃川を眺望できるほか、妙見石の機能や信濃川流域の水環境、生活環境に関する資料を閲覧することができる。長岡市は古来から交通の要衝として重要視され、江戸時代には、 長岡藩牧野市七万五千石の城下町として栄えた。以後新潟県第二の都市として発展するが、関越自動車道、北陸自動車道の長岡ジャンクションの建設や、上越新幹線の開通等によって、関東方面へのアクセスが良くなったことで、人口がさらに増加していった。このため水需要の確保が叫ばれるようになっていった。一方、山手線。 中央本線をはじめとする首都圏の鉄道網を支える上で不可欠な電力を信濃川水系から供給している。日本国有鉄道は、九州取水ダムをはじめとする水力発電施設を信濃川に建設していたが、当時増設を予定していた新大子や発電所の有効利用を図るためには不可欠な水量逆調整のための調整地建設を検討していた。 こうしたことから品野川に席を建設して、水需要の確保と発電要逆調整地の確保を図ることになり、建設省北陸地方建設局と国鉄の共同事業として1985年に計画され、5年の歳月をかけて1990年に完成した。この間の1987年に国鉄の分割民営化が行われ、事業は JR 東日本に継承された。席の目的は、上水道、灌外、発電用水の逆調整で、病研席自体は発電機能を許さない。また、道路橋梁として、古市の大橋が、病研席の竣工と同年に開通し、地域の物流発展にも役割を果たしている。また席に総用に併設されている自転車、歩行者道橋は、 席の管理通路を兼ねており、席に面した下胸部については管理用車両の乗り入れが可能な構造になっている。完成以降地域の水需要に応えていたが、2004年10月、長岡市を中心とした中越地域を新潟県中越地震が襲った。震源地付近の長岡市では、震度6弱を観測し甚大な被害を受けたが、 病研石も管理棟や門中が半壊する等の被害を受けた。ダム、石が地震によって被害を受けた希少な例であるが国土交通省によって災害復旧工事が行われた。ありがとうございます。